はい、こんにちは。こんにちは。アロハシャツ研究家でサンサーフの企画統括をやってらっしゃる、はい、中野さん、はい、中野教授です。こんにちは。本日はなんかマニアックなお話が聞けると。そうですね、聞いてきました。はい、そろそろアロハシャツの季節ということで、まあ春になるといろいろ出てきますよね。ただ今ちょっとまだ早いじゃないですか。そう、ちょっとまだ肌寒い感じですけれどもね、はい、でただアロハシャツ、シャツの説明が、まあ、いつもこうさせていただいてはいるんですけれども、はい、時々ですね、ちょっとそのシャツ以外の、はい、ちょっと裏話的なものも聞きたいという、はいはい、そういったリクエストもですね、いろんなお店回っていると言われまして、はいはいはい、でちょっと今回ちょっとシーズン立ち上がり、まだシャツをご紹介する前に、ちょっとそういった裏話的なネタもやってみようかなということで、ヴィンテージアロハシャツを紐解く、はい、まあ、原点のようなね、そうですね、話ですね。はい、そうです。よろしくお願いしま す, します。楽しみです。はい、はい、ちょっと今日記事のいろいろ記事の、ね、サンプルのようなものがあるんですか。これは、見たんですけども、はい、このあたりなんだかわかります？まあ、切れ端。そうですね、切れ端ではありますよね。もうまさに切れ端です。はい、はい、これちょっと広げると分かるんですけど、ええ、こう柄になってますね。はい、これ、はい、あそこにあるシャツ、ええ、同じ柄です。あ、同じだ。そうなんです。同じ色が違う。はい、はい、これこのシャツを生産されてた、ええ、これ1930年代の武蔵屋が作ったシャツなんですけども、武蔵屋1930年代、はい、その時の切れ端です。あ、これは豊さんが復刻するものではないんで、復刻したものではないんですか。はいはい、これもヴィンテージの切れ端のヴィンテージ。そうですね、切れ端のヴィンテージです。切れ、ヴィンテージ切れ端ですね。はい、こういったものも見つかるんですよ。ほう、これもしかして揃ってる色が。そうですね、よくわかりましたね。全部同じ柄です。そうですね、これオレンジが、オレンジがあってグリーンがあります。はい、で茶色、はいはいはい、こういう風に色も揃ってる。こういうのってあれですか、ヴィンテージのアロハシャツと一緒に見つかるものなんですか。これはもう全くルートが違います。これどっから来るんだろうって思いますよね。どっから来るんですか。ええ、あの以前ライトニングさんで、ええ、連載させていただいた時代がありまして、中野さんの連載、ええ、カワイアナの穴というね、はい、ハワイアンアンティークに特化した連載をさせていただいたんですけども、はい、まあ、その当時ですね、連載の中でもちょろっと書かせていただいたんですけども、ハワイに出張に行くとですね、はい、もうひたすらアンティークショップ、ヴィンテージショップを回ります。はい、で、まあ、日によってはもう一日中ヴィンテージショップ、アンティークショップにずっといることもあります。ほうほうほう。でもちろんこのシャツを探しに行ったりもするんですけれども、その他に何してるかっていうと、はい、こういうものをずっと探してるんです。切れ端を。はい、おい、で切れ端なんてあったっけって、ハワイのこう、ね、観光で時々ヴィンテージショップ、アンティークショップ回られる方もいらっしゃるんですけど、切れ端なんてお店に、記憶ないですね、俺は。あまりないですよね、うん、ハワイアンキルトのヴィンテージとかっていうのが、ありますね、すっごい値段で売られてたりとかっていうのは見たことあるんですけど、はい、これ切れ端いくらですなんてあんまりこうアンティークショップに売ってないんですよ。これ1枚に値段がついてるってことなんですか。ついてます。まあ、1枚1枚っていうわけではないんですけど、まあ、交渉ですね、これ買うからいくらよ、ね、みたいな。これもともとどっから来たかっていう、はい、アンティークショップから買ってきてるんですけど、アンティークショップの前はどこにあったんだっていう話なんですけど、はいはい、この30年代に、まあ、もう50年代ぐらいまで、ね、うん、レイヨンのこうハワイで作られてるシャツを作っていた方たちっていうのは、はい、日系の女性の方たちが多かった、多かった、ね、縫ってる方、縫ってる方、はい、アミコさんたち、はい、で裁断するところにも、女性の日系の方たちが多かったです。はい、でそうするとですね、日系の方たちやっぱりこう物を大切にする方が多かったので、もう切れ端であったとしてもですよ、こう大事に保管して、また他に使い道があるんじゃないかということで、こう袋の中に入れて家で保管してみたいな、持って帰ってみたいな、そういうことがすごく多かったんですね。ああ、そうなんですね。でそのまま袋に入れたまま使われずに保管されていて、で何十年の時が経ってですね、はい、で、まあ、親族の方とかが、はい、
これもしかしたら価値があるものなんじゃないかっていうことで、うんうんうん、アンティークショップに持ち込むことが多かったんです。ほう。ただアンティークショップも確かに30年代の生地なので、ええとても価値がある。シャツも価値がありますから、はいはい、当然生地にも価値があるということで買い取るわけなんですけども、はい、どうやって売ったらいいんだろうっていう。まあまあそうでしょうね。誰が買うんだっていう問題がありますからね。そこが一番の問題なんですよ、アンティークショップからしてみたら、取り扱いがよく分からずに、はい、そのまま買い取ったはいいんですけど、そのまま店内のどっかに置かれて、その上にどん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 違うものがもう入荷してきてですね、置かれてしまって、もう奥底に眠っているパターンがとても多いんです。でそこでですね、この生地が欲しい中野としてはですよ、もう一日中アンティークショップに入って、はい、いろんなものをどかして、このこういった切れ端のようなものを探しまくるんです。中野さん、これを手に入れてどうするんですか？これ、自分たちの使い道って何かってなると、一番わかりやすいのは配色です。ほう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 。これ1枚見つかった場合にはグリーンの配色がありましたよ、まあ、すごいアロハシャツが見つかりました、ね、はい。でこれをじゃあレプリカをしたいってなった時に、配色って何色があったんだろう。そっかそっかそっか。で以前にもお話ししたんですけども、だいたいこの色があったってことはこの色とこの色もやってたなっていうのはだいたい分かるんです。想像したりとかね、いろんなこう、うんうん、経験値が、はいはい、ただ確定ではないですよね、はい。そうしたときにこういう切れ端が見つかった場合にはこの配色がもう絶対にあったんですよ。まあそうでしょうね、はい、生地はあったわけですからね、なのでそういったところがまず配色が分かりますと。ほう。でこれに関してはちょっと自分もすごく思い入れがあってですね、30年代武蔵屋が作りました、はい、武蔵屋さんが、はい、でその当時宮本浩一郎さんがこう展開をされてた武蔵屋のオーナーですね、はいはい、でオーナーの奥さんドロレスさんという方がこの同じ生地のスワッチ持ってたんですよ。あ、生地スワッチはね日本語、はいはいはい、でそこで配色も確かに分かるんですけど、僕としてはあ自分もそういうの見つけたいなっていうのがすごくあったんですね、はいはいはい、でずっともう違う生地もいろんな切れ端を見つけてきたんですけど、はい、ついに同じ柄も見つけたんですよ。ほう。この切れ端見つけたんですね、30年代にで、その時に出てきたのがこの茶色、うん、ブルー、オレンジ、グリーン、これフィラメントのレーヨンです、ね、はい、はい、このブラウンだけ触るとちょっといいですか、はい、どうぞ。あ、全然違うじゃないですか。全然違う、はいはいはい、生地が違うんです。プリント一緒だけど生地が違う、はいはい、そういう同じ年代で同じ柄なのに、違うブラウンだけがおそらくブラウン以外の何かし何色もあったと思うんですけど、ここだけ違う生地が使われてたりとか、そういう歴史的な細かい部分もこうここから出てくるわけです。分かるんだ、はいはい、なので、まあ、レーヨン 100% なんですけども、こっちがフィラメントでこっちがしようぜっていうちょっと厚手のレーヨン、はい、ピラ織りの生地、はい、といったものも使われてたんだっていうのがここからまた分かったりとか、そういう新しい発見があるんですね、はいはいはい、なのでもうひたすら一日中何してんのアンティークショップでってなると、こういう歴史的なかけらですね、そういうものをひたすら探してる、ほう、そういうことをやってきてたんですね、はい、ずっと。であとちょっとこういう違うものでいくと、これおそらくテーブルクロスか何かに、あ、もう再利用されてる、再利用されたのか、もしかするともうその当初もともとシャツの端切れとかではなくて、完全にこのテーブルクロスを作る目的で生地を使っていたかもしれないですね、はい、こういったものもあったりするわけです、はい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 、でこれ後ろのこのシャツ、あ、同じですか、はい、これあのヴィンテージアロハシャツボリューム3に載せました、はいはいはい、このシャツなんですけど、こういったこれ同じ生地ですね、こういったものも使われていたりとか、それも色違いで出てくるんですね、そうですね、はい、これもここからもまた配色も分かったりとか、はいはい、そういうこう面白い発見が、ね、ここ僕の目の前にこれなんかこれも多分古いもんだろうなとは思うんですけど、広げてみましょうか、これ、ね、いいですか、はい、これも再利用したパターン、これはもう完全に再利用したパターンですよね、パッチワークになってますよね、はい、いろんなアロハシャツの生地が、はい、細かくパッチワークされていて、これはもう本当にテーブルクロスかベッドカバーか何かをカバーするために、はい、作ったもの、作ったもの、三角形に切った生地がずっとこうモザイクのようにはめられていってるわけですね、はい、
細かい仕事ですね。もうひたすらこういうのをですね、まあ、確かにああいう歯切れがあって、はい、ちょっとミシンが上手い人だったら、そうですね、あれやってしまうかもしれないですね、はい、こういうのを、はい、こういうことですね。これも相当古いものですか。これは50年代ですね。50年代、はい、まあ、そういった当時のヴィンテージのアロハシャツの生地が、はいはい、まあ、使われていいですか、はい、はい、やっていたんですね。おすごいな。でちょっと気になる、もう一個ありますね、これ気になるの。これあのその当時の生地スワッチなんですけど、これちょっと、これもヴィンテージの生地スワッチ、はい、スワッチで、はい、これちょっと1枚出してみますね。これ、うん、ここにありますね。ああ、はいはい、あれはそうだから、これあの東洋がずっと昔から保管している生地スワッチなんですけど、東洋エンタープライズの会社で持っていたもの、はい、日本にあったものですね、はい、日本にあったものです、これは、これは日本でプリントされたものなので、でこれもハワイに送られて、ハワイでシャツにされたもの、はい、シャツになると結構色が焼けちゃったりしてるけど、ね、これオリジナルの色が結構もその当時のデッドストックの生地なんですね、一度も現れてない、はいはいはい、これに関しましては東洋の電子の交渉紹介、はいはい、よくスカジャンの方でおなじみの方がいると思うんですけど、はいはい、港に商売の商と書いて交渉紹介、はい、交渉紹介がその当時、アロハシャツの生地を手に入れて、はい、でシャツとしてこう組み立てて米軍の PX に下ろしてた。それって、はい、僕は交渉の名前はスカジャンでしかあまり聞くことがなかったんですけど、アロハシャツもやってたんですか。はい、あのファッションマーダというブランドを持っていて、ブランドを持ってた、ブランド持ってました。日本で作ってた、はい、それは日本で作ってました。日本でプリントされた生地を日本でシャツにして、でそれを米軍の PX の中はもうアメリカですからね、はいはいはい、この中に下ろしてアロハシャツの販売。このシャツは、はい、じゃあ当時の、交渉紹介が作ってたシャツ。ただこれに関しては、交渉紹介に流れてきた生地と同じ生地が、同じ生地を使って違う、ね、ハワイに流れて、でそれがハワイで作られたシャツ。ああ、はい、そういうこともやってたんですか、はいはい、でも交渉紹介もこの生地持ってたので、絶対にファッションマートでこのからもやってる、コラボレーション、ね、4種類揃ってますよね、はい、こうやって、はい、そうね、へ、そういったこう歴史的な背景も、このこういう切りスワッチだったりとか、こういう切れ端から、はい、いろいろ細かく分かるんですけど、それをこう組み立てて一個の新しい事実としてこう世の中に送り出していく、研究ですね、研究の過程に出てくるものなわけですね、はい、こういった細かいものがないとやっぱりでもその結果がわからないんですよ。単純にビジュアルだけ見て、はい、ヴィンテージを復刻しているだけではなくて、はい、こういう付随する資料まで全部研究して、ね、今のサンサーフっていうのは作られてるわけですね、はい、もちろんシャツ1枚から出てくる歴史っていうのもあるんですけれども、それ以外の細かい部分っていうのは、やはりこういう細かい、ね、これ今日ここだけこれしかないですけど、こういうのが大量にあるわけですか。もうあの小林社長とハワイ出張は2週間ぐらい2人で行ったりしますけど、もうひたすら2週間ずっとアンティークショップを回ったりとかしてましたからね。シャツがあればラッキーだけど、シャツがなくてももう全然いいんです、こういうもので、はい、また新しい事実がここから出てくるので、すげえなあ、それあの労力のかけ方が。そうです、もうあの今はインターネットも割とこう普及して、逆にインターネットで歯切れ買えないじゃないですか。そうですね、なかなかですね。ですよね。なのでもうこの辺りを見つけた時代っていうのは、ハワイ行って電話帳を見て、はいはい、もうひたすら電話かけまくってですね、はあ、どういったアンティーク持ってるかとか、はい、であと何時からやってるかとか、何時までやってるかとか、うそういうの全部もう電話かけまくってですね、はい、毎日でそこにも車でバーって行って一日中、まあ、それを2週間ずっとやったりとか、あの話だけ聞いてると楽しそうとは思うんですけど仕事だからちょっとビーチがあるから泳いでこうかにはならないから、一切ならない、ね、ハワイの過ごし方としては、まああんまり僕は同行最初の3件ぐらいは同行したいけどって感じですね。もうあの、時々取材で、ね、同行されていただく編集の方いらっしゃいますけど、あの本当そういうのを
やってるとですね、あの撮影できなくなっちゃうみたいな感じになるからね。本当にアロハシャツをこう作っていく上で必要って思ってる方だけしかできない仕事だと思います。いや面白いですね、こういう話はこういう話で、まあ、こういった裏話的なところも、ありますので、まあ、それがベースとして、いろんな復刻とあと歴史的な背景っていうのをまた本にしてご紹介できているっていうところです。いろいろ断言できる理由がよく分かりました。あ、中野さんは断言して喋る理由がよく分かってきました。ここで裏付けされたものっていうのを、こう事実として組み立てていって商品化していると、なので、まあ、断言、そうですね、おっしゃったと断言できる理由っていうのはこういう細かい事実になります。ありがとうございます。すごい。